ハロー YouTube! 下ネ司さんのニュースの猫川にゃ今日もね、トーン深いニュースをお送りたいたしますあの闇の真相は穴の中。新穴キリンさんの中で話題。今日はですね、某国に存在する闇の村、闇の村、闇の村について。 話していきたいと思います、つってんで、ということでね、やっていきますよ。まあ、本日若干閲覧注意かもしれないんで、覚悟して聞いていただきたいんですけれども、えっと、傍国の SNS で、ウェイボー的な傍々ーボーなね、傍ボー,ボーな SNS が存在するんですが、これツイッターみたいな簡易投稿サイトでして、このサイトに、 ある一つの動画が投稿され、それがすごい話題になったんですよ。これどういう動画かって言いますと、一人の女性が映ってまして、そしてその女性の首には、なぜか鎖が巻き付けられている。この動画はですね、この事前活動家という男性の方が撮った動画だそうなんですけど、1月下旬に投稿されたこの動画、女性はですね、この意思疎通がうまくできず、歯もほとんど残っていないという、健康状態も最悪な状態だったと。 という画像なんですよね。で、この画像が一気に世界中に広まりまして、話題になりました。この女性がなぜ鎖をつけて、つけられているのか、そしてここはどこなのか、いろんなことが憶測を呼び、インターネット上で、いわゆるバズるという状態になり、かの国のですね、好奇心旺盛なネットユーザーたちが、この人の身元や、それから居場所をですね、特定することに躍起になり始めたんですよ。その結果ですね、 いろんなことが判明いたしました。一応ですね、この女性が、その、精神病院に送られた、まあ、いわゆる患者さんであるということが判明したんですね。っていうことになってるんですけど、この病院の人は誰もこの女性のことを知らないって言ってるらしいんですよ。これ、いもよく意味がわからないんですけど、この病院の場所がある村は現在、当局によって封鎖されており、高い鉄板、そして検問所が設けられ、自由に通行できないようになってる。で、パトーカーが、 来たり来たりりししてててるるるっいいうななななんんかかか限界体制なわけでですすよよ何かが暴露されれのを恐れてるとしか思えない状況なんですよねまあでも、だとしてもですね、この女性が、なぜ行方不明の女性がある日突然、首に鎖をつけ、現れたのかっていうことなんですよね。で、当初ですね、これ当局が発表してた情報によりますと、この女性はですね、ちょっと精神的に非常に不安定で、その家族であるとか、そういった人たちに暴力を振るう可能性があったから、首に鎖をしてるんですというふうに 発表したらしいんですけど、これね、でも首に鎖はやりすぎだろってことでネットでめちゃめちゃ反発が起きたんですよ。その結果どうなったかっていうと、今度はこの女性の夫と見られる男性を拘束したというふうに発表しまして、一体何が起きてるんだってことになったんですよね。そしてそこには、貿易って書かれた、なぜか謎のバリケードがあって、誰も入れないようになってる。騒ぎになるのを恐れた当局が村に立ち入りを禁止したっていうこともあり得るんですけど、 フレッシブな、この、某国のメディアの人が、か意外と気骨のある人いるんだなと思ったんですけど、突入を試みたらしいんですよ。そしたらすごい勢いで。 阻まれれて、ね、追い返されたっって、ね、お前、本当命知らずだなって思いましたけどね。こう一応、この公的な、まあ、取材ですっていう形でも入れないと。一応、この村がある県の一番偉い、えー、市役所が発表していることには、この女性はですね、この外で、まあ、いわゆる、こう、物語的なことされてた時に、今の旦那さんと会って結婚したんだと。決して、人身の、乱の、倍の、倍ではありませんって、異例の公式通 通知をしたわけですよこんなことわざわざしてくるのも逆に怪しいんですけど。だからもうめちゃくちゃ火消しを図ってるんですけど、火消しを図ろうとすればするほど闇が深まっていくっていう、もう、まさに真相は穴の中。真穴もう大晦日は気になって気になってね、昨日もね、8時間ぐらいしか寝れてません。ね、ママ寝てるこいつ。こっから闇の話で。 かの国にはこうした闇の村がたくさん存在するということを皆さんご存知でしょうか過去にはですね A で始まる、ね、某免疫疾患がありますけどあの疾患を持った人数百人を一つの村に押し込めるいわゆる A 村というものが存在したことをご存知でしょうかこういった形で他の国は こう一つの場所に、この人々の意志とは別にですね、送り込むことができるっていうことなんですよ。そしてそこで一体何をやってるのかという話なんですけど、これは様々なデータ収集をやっているというふうに言われております。一つはもちろん生体データ、そして遺伝子情報、そして顔認識情報などなどです、ね。通常の社会では取り得ない。 生きた人間の生きたデータをある一定の場所に閉じ込めた形で取ることができるわけですね。これをやっていると、そしてかの国にはですね、長年やっていた一人っ子政策のせいで、戸籍がない人間というのもたくさんいらっしゃるんですね。こういった人たちを秘密裏にデータ取得するために、 一つの場所に閉じ込めておくことができるということなんです。そしてその、そのような闇の村がたくさん存在するということなんですよね。まあ、急速にですね、人々は豊かになっているとはいえです。 このような闇の地帯が未だ存在する可能性のあるね。某国。やべえなってちょっと思いましたけどね。もうこの話はもうこれぐらいにして次に行きたいと思いますね。皆さんもちょっと検索してみてください。ちょっと一旦闇を払いたいと思いますので。お払い予兆召喚。これって日本で流行ってのですかそう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 。これあれよ。これはね、決して有名政治家なんかじゃないんですよ。これはね、いわゆる日本固有の 鳥さんです。な、太郎。いける。いける。お前太郎って言ったじゃねえかってことだよね。まあ、これ、これあれですよ。ヨジョンちゃんは、あの、ツイッター大臣から、直々にブロックされてますからね。これあの、あれです。いじってますけれどもね。まあ、あれなんですよ。ヨジョンちゃんね、日本人ってね、この顔を覆うやつめっちゃ好きやから、ぜひ日本のお越しの際は、お土産にこれをあげると、喜ばれるよ。 本題に戻ります。最近アメリカの議会がめちゃくちゃ荒ぶってるんですよね。以前も、あの、でっかい運動会の、えっと、なんとか委員会、でっかい運動会委員会に対して、お前らは免税措置剥奪な、みたいなこと決めたりとか、つえーって話なんですけど、さすが世界のアメリカって話なんですけど、この度また一つの決定をいたしました。それ何かっていうと、今カナダで、あの、フリーコンボイ運動っていう、ちょっとコンボイ事変が起きてるんですけど、これに関わったトラックの運転手たち、今カナダ当局から拘束される危険性 非常に高まってるんですねその結果亡命していいぜって言ってるかっこいい かっこいい。抱かれたい。ね、ということで、米国議会に抱かれたい。こう、あれ、これ、これ、これこれ、あの、米国議会の議人化で議事堂がこう、ほいっつってこう、バキ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 。肋骨が折れる。なんだこれ。米国議会に抱かれたオフィス表現してみましたけどね。一応こういうこと発表しまして。これあれじゃないですか。トルピー怒ってんじゃないですか。勝手なことしやがってっつね。でもあれですからね、あの、帰り討ちにしてやりますから。あなんでお前アメリカ議会側に立ってんのか分かりませんけどね。お前にアメリカ要素はない。あの昨日 そうですね、あの、アレスタインさんの、アレスタインさんにヤングを提供してた悪い男、ね、これ、拘置所にいた人がですね、急遽亡くなった、自分で亡くなってしまったとっいう話したんですけど、一個もう一個不可解な話出てきまして、この時ね、これやっぱり拘置所の中でやっぱ監視カメラも,もちろんあるわけですよね。あるから、その時の様子って、わ、まあ、かるわけじゃないですか。なぜだか、この人が亡くなる時に、監視カメラが作動しなくなってたとか、もうこれもどん 深闇以外の何者でもないなと思うもうやだ も,もうなんか、監視カメラとか意味ないじゃんって思いましたけどね、これ、結局、切るぞっつってね、もう切るシッってやられたらもう終わりですから。都合の悪い人は消されてしまいますからやっぱほんとこのね、一見はね、もう、どん深かやみたいだなと。こう、ニャントラさんのトゥルースソーシャルが2月22日をもちましてね、あの、ついにダウンロード開始になりました。現在ちょっと日本や海外からアクセスできないらしいんですけど、アメリカでは登場即1位、ランキング1位を獲得したと。 相変わらず大人気だなってことですね。これに合わせてニャントラさんが夕方6時にね、何かこう公式声明を発表するという話がありまして、ままさかあのことも言っちゃうのでは。あのことって何？知らない。ちょっと最後にペルーの銅像がヤバイっていう話で終わっていきたいんですけど。ペルー の北部にモチェ族というまああのいわゆる少数民族がね、約2000年前に住んでたと言われてるんですよ、ね。で、その時の伝承であるとか言い伝えが当地には未だに残っていて、でその中のモロ という、爬虫類の神がいるらしいんですよ。ね。爬虫類の神がいて、で、その銅像がね、この地にね、ぶっ立ってるんですけど、まあ、これですってってね。ほーとなんか手に持ってるんですよ。ね、これ見て見て、つって、これ、新種のトカゲ、つって、いや、レアなのは、新種なのは君なのよ。見て見てじゃないのよってことでね、これあとね、あの、頭の上に鳥が乗ってね、鳥も覗き込んでるんですけど、お前も食われる、運命だけどな、って思って、 た、今日も一日お疲れ様でした。良い夜をお過ごしください。サブチャンネルでは毎日お昼にニュースの話題でライブ配信を行っております。メインチャンネルとは向きを変えてですね。闇の物お味噌じゃないお味噌も楽しめますんで、ぜひサブチャンネルの方もチェックしてくれようなぁ。なぜ白目目がバッキバキっていう話なんです。あなたの教育テレビの好きなキャラクター何ですかっていう話なんですよ。お前、大丈夫お前、あの HK の批判とかしてる割に、教育テレビの話とかしてるとか。 これ、それはですね、これです。これ、あの、お父さんと一緒っていう、まあ、皆さん、お父さんでもない人が見る番組では全くないんですけど、まあ、僕好きなんでね、あの、いろいろ見てるんですけど、ねこんな、こいつがいるんですよ。こいつが大好きなんですよ。なぜなら、目がバッキバキだからですね、その目が、目がいっちゃってるんですよね。僕、目がいっちゃってるキャラほんと好きで、で、この前ちょっと食事の時にね、 タイのお頭付きの塩焼き食ってたんですよ。そしたら、タイのね、あの、顔をね、こう、ね、肉でも取ろうかなと思って見た目があったわけですよ。そしたら、目がバッキバキなんですよ。なんかこう、こうやって、こうやって目がバッキバキで、あ、僕あれだなと思って、死んだお魚の目が好きなんだなと思って。男たるもの、常に目はバッキバキで痛いよね。天のこと、バキ道。